こんにちは。リリエルキャンドルスクールを主催している平山理恵です。今日はハーバリウムの作り方をご紹介します。淡いアースカラーでまとめたシンプルなイメージに仕上げます。それではときめきレッスンスタート。お花の準備に入ります。小枝は使うところを少し切っていきます。瓶に沿わせながら長さを切っていくといいと思います。この子たちはこうバラバラになってしまいますので接着剤で留めていきます。で、留める位置をだいたいこの辺かなっていうのを決めたら、左手でしっかり持っていただいて、これは液体の瞬間接着剤なんですけど、まんべんなくつけてくださいね。ついたらこれをひねってしばらく持っておきますね。そうすると10秒ぐらいでだいたいくっつきますから、そうなると手を離してもらっても大丈夫です。これで固定できたと思うので、このままクッキングシートの上に置いておきます。全体的にこうしてしまうと、ちょうど身のついているところがバラバラになってしまうので、いくつかに分けて高さを合わせようと思います。こんな感じですかね。接着剤でまとめておきます。で、枝が硬いので、さっきのフェザーグラスよりもちょっとまとめるのが大変かと思いますので、フェザーグラスを持っていた時よりも長い時間持っていた方がいいと思います。指をスーッとこう離してみて、戻ってこなかったらくっついているので、これでまた置いておきます。カーネーションはこの花びらだけを使おうと思います。これこのまま入れてしまうとここがすごく目立つので、花びらだけを使いますね。花びらを持ってもらって、この額の部分を剥がしてやると、花びらの根元が出てきますから、ここで切りますね。この左手を離さないで、そのまま接着剤で固定します。アジサイも花びらの部分を左手で全部持っていると、茎が出てきます。ここに接着剤をつけて固定します。最初からねじっとくとやりやすいかな。カスミソウはもうこのままで使っていこうと思います。長さをですね、ここで固定したので、この固定したところよりも上で切ってしまうとまたバラバラになるから、この固定したところよりもこのちょっと下ぐらいで切りますね。リンフラワーも少しだけ切っておきます。アジサイですね、ここを止めたので少し下ぐらいを切ります。カーネーションをちょっと開いておくといいかなと思います。で、お花の準備が完了です。それではワックスを
切っていきます。これはお花を固定するためのワックスです。まずビーカーを、はかりにスケールの上に乗せてスケールをオンにします。だいたい 40g 測っていこうと思います。1センチぐらいにハサミで切っていきます。で、40g というのは目安なので瓶に入る傘ですね、これより多めの層にしたいなという方は 50g とかでもいいと思いますし、もっと薄い層にしたい方は 30g とか減らしてみてください。ワックスが切れたら次にワックスを溶かしていきます。 IH のコンロの上にワックスの入った鍋を置いてください。で、弱火で溶かします。必ずゆっくり弱火で溶かすようにしてください。ワックスが割と溶けて液体状の方が多くなってきたら温度計を入れていきますね。まだ少し塊が残ってるんですが、これは余熱で溶かしていきます。今130度ぐらいです。で、140度を超えないようにしてください。で、今溶けましたね。ワックスが溶けたら飾りのラメを入れていきます。これぐらいの量あるといいかなと思います。ラメの入ったワックスを瓶に注いでいきます。注ぐ量なんですが、お好きな量で、もし浅い方が好きでしたら少なめに入れてもらっても構わないです。で、ゼリーワックスの融点は高いので固まるのがとても早いです。今入れたばっかりの時はあまり粘り気がなくてサラサラした状態なんですが、これが少しもったりしてきます。そうするとお花を刺していきますね。周りが少し固まってきてゆっくり流れるようになってきました。お花を入れていきます。花はヘッドだけの方から入れていきますね。短い花から先に入れるようにしてください。じゃないと長い花を入れた後だと長い花の茎が邪魔をして入りにくいですから、接着剤で留めた方から入れていきます。
最後にオイルを入れていきます。左手で瓶をしっかり支えておいてください。一気に入れてしまうとお花がオイルの重みで潰れてしまうので、瓶に沿わせてオイルを少しずつ入れていってください。でワックスがあったかいと思うんですけど、これも気にせず入れていってもらったらいいです。でこれで蓋を閉めますね。こうするとワックスの境界線も見えないので、とても自然に2層に分かれていると思います。